皆さん、こんにちは。浜屋のけ持ちです。本日ご紹介させていただきますのは、こちらの方、オークリーと人気シューティングゲームのヘイローというゲームとのコラボモデルをご紹介したいと思います。えー、艶消しのサテンブラックのフレームにアイコンがリフレクションアイコンというちょっと特別な仕様のアイコンの組み合わせのアイテムになっております。えー、モデルはこのクロスリンクピッチともう一方。 ククロスリンののこの二方になっておりますまずはこのクロスリンクビッチからご紹介したいと思います、えー、こちらのまずリフレクションアイコンからなんですけれども一見ホワイトのアイコンに見えるんですけども実際にはですね表面ざらついた加工が施されているというアイコンになっております角度によってですねこのざらついているところがちょっとキラキラ光るかのような印象を作り出しているというのが特徴のアイコンになっております、えー、かけたところもご覧いただきたいと思います こちらの方をかけますと、このような印象を作り出すアイテムになっております。細身のスクエアでちょっとつり目のタイプになっておりますので、かなりキリッとした印象が作り出せるアイテムです。このアイコンのちょっとキラキラした雰囲気もありつつも、ちょっと抑えめというクールな印象を作り出せるので、なかなか人気出てきそうです。えー、こちらの方のテンプルなんですけれども、通常のスカイブルーではなくてですね、オゾンブルーという、 1、えー、一段階濃い色のイヤク搭載のモデルになっていますアイコンも濃いめのブルーになっておりますのでこちらのも取り付けてもですね非常にクールな印象を醸し出せるという組み合わせになっておりますなかなかかっこいいので人気が出てきそうなアイテムです えー、そしてもう一方がこちらの方のクロスリンクゼロですクロスリンクゼロはです、ね、この通りロッカーブのフレームになっておりましてレンズサイズも58サイズとかなり大きめの視界の広いアイテムになっておりますもともとかっこいいということもありますし人気モデルなんですけれどもこのリフレクションアイコンとの組み合わせのクロスリンクゼロ非常に人気高まってきそうです、えー、通常カラーもですねマッットブラック あるんですけれどもこのテンプルが、えー、マットクリアというカラーになっておりますのでそれよりもより引き締まった印象を作り出せるというのも魅力になってくるんじゃないでしょうか本日ご紹介させていただきましたのは人気ゲームのヘイローとのコラボモデルクロスリンクヘイローブラックコレクションです、えー、ぜひ店頭でお確かめください本日は以上ですどうぞよろしくお願いいたします